こんにちは。マルマンサッカースクールのコーチの小林です。ちょっとみんなは知らないと思うんですけど、東京の青梅市という、東京のほんと端の方でもうね、山と川と、もう緑にもうバーっていう感じのところの病院ですね。もう川がもうすぐ目の前にある、多摩川っていう川がね、川がある目の前の病院で調理師として15年間勤務して、でその勤務してる中でコンテンツサッカースクールというスクールをやらせてもらっていました。でその時に2014年ですね、忘れもしません、2014年11月、ね、マルバとして清水健コーチにコンテンツサッカースクールに来てくれたんですね。その時の指導力のレベルの高さ、私も某スクールでアルバイトとかをしながら勉強させてもらいながらコンテンツでやっていたんですけど、マルバの指導の質の高さが本当に衝撃的な、忘れられないぐらいの印象でした。その清水コーチの指導を見て、マルバをもっと知りたいとか、マルバをもっと勉強したいと思って、浦安日光に2ヶ月に1回とか、足しげく2014年からずっと通わせていただいている中で、立川校がオープンしたっていうこともあって、いろいろとお手伝いとかさせていただきながら、浅野代表より、一緒にやらないかとお声掛けしていただいて、マルバに入ることになりました。で、マルバに入ってからは、やっぱり病院での経験とかもすごく役に立ってると思って、で、やっぱり病院だったら、患者さんのために美味しいものを作るとか、で、今のマルバであれば、スクール生の成長とか、スクール生が何を考えているのかとか、保護者の方が何を考えて何を望んでいるのかとかを考えて、コーチたちも指導に当たっているっていうのを見ていると、本当に通じるものっていう、サッカーと全然料理じゃ全然違うんですけど、通じるものがいっぱいあるなと思って日々過ごしてます。でやっぱりこれからの目標としては、マルバをもっともっと広めていきたいと思いますし、スクール生ももっともっと成長して、J リーグだったりとか世界で活躍できる選手がいっぱい生まれたらいいなと思います。あとはやっぱり最後は、サッカーを楽しむってことはみんなにも思ってて絶対忘れないでほしいです。やっぱサッカー楽しくないとしょうがないと思います。で楽しみながら大人になるまでずっとサッカーを続けていってもらいたいなと、そこはすごく思うんで、みんなも楽しみながらサッカーを続けていってもらいたいと思います。よろしくお願いします。